こんにちは、シネマプロムナードへようこそ。今回は西部劇映画のナンバーワン、真昼の決闘についてお話しします。この映画の上映時間は85分ですが、劇中内における時間経過もほぼ同じ、約85分ほどのリアルタイム劇となっています。1870年、西部のハドリービルという小さな町、午前10時35分、駅に3人のガンマンが集結し、正午に着く汽車を待っています。同じ頃、町の保安官ウィル・ケインは新妻エミーと結婚式を挙げ、これを最後に退職して町を出ていくことになっていました。そこに以前ケインが逮捕して終身刑となったならず者のフランク・ミラーが恩赦を受けて釈放されたという知らせが入ります。ミラーが正午の汽車でケインに復讐しに舞い戻ってくるというのです。午前10時55分、皆の勧めでケインは一旦はエミーと共に逃げようとしますが、思い直して町に引き返します。父と兄を殺されてクエーカー教徒になったエミーは、正義よりも命の方が大事だと説得しますが、彼の意志は変わりません。それを聞いてエミーは一人町を去ることにします。ケインは仲間集めに奔走しますが、誰も耳を貸しません。ミラーに判決を言い渡した判事は早々に町から逃げ出します。あいつがどんな人間で何をしたのか忘れたのか、その椅子で言ったぞ、俺を縛り首にできない、ケイン、お前を必ず殺してやる、とな。保安官女子のハーベイはケインの後任に自分が選ばれなかった恨みと、かつてケインの恋人だった婚約者のヘレンとの因縁もあって協力を断ります。酒場の飲んだくれたちはケインよりもミラー一味を応援する始末でした。連中と戦った時何人かは助手になってくれただろう。あの時とは違う、正規の助手が6人いた、全員凄腕だ。今はたった2人、そのうち1人は辞めた。駅で3人の悪漢たちを見かけたエミーは、汽車が来るまでホテルのロビーで待つことにします。午前11時30分、ケインは教会を訪ねて皆に応援を頼みます。しかし意見は分かれて議論になります。これは彼とミラーの個人的な問題なのでは。個人的な問題だろうが関係ない、ミラーはならず者だぞ、すぐ準備しよう。そのならず者を我々が捕まえたのに、北部の政治家が縛り首から救った、連中に責任を取らせろ。保安官と助手にそれなりの金を払ってきた、自分で自分を守るなら何のために払ってきたんだ、俺らの仕事じゃない。助手を増やせと言ったぞ、聞かないからこのざまだ。自分の耳を疑うよ、恥を知るんだな。彼は最高の保安官だった。これは町の問題だ、正しいことをしなければ取るべき道は一つしかない。3人の人殺しが銃を持ってうろついている、なぜ逮捕してぶち込まなかった、保安官。ミラー一人に絞れたのに。逮捕の理由は、連中は何もしていない、駅で待つのは罪ではない。聞いてられない、みんな忘れたの、昔は昼でも女は街を歩けなかったわ、子育てなどできない街だった、よく座って延々と話してられるわね。そもそもミラーは列車に乗っているのか。それは確かだ、時間が迫っている。結局ヘンダーソン町長の意見でケインが町を去るのが一番良いという結論が出ます。保安官女子たちはイルスを使ったり怪我を理由に辞退し、最後に火星に来た男も自分一人と知って急におじけづいて去っていきます。午前11時57分、結局一人の火星も集まらないままケインは保安官事務所で遺書を書きます。午後0時、フランク・ミラーの乗った汽車の汽笛が聞こえ、汽車の到着が近づいてきます。ケインは一人銃を取ります。外へ出ると目の前を酒場の女主人ヘレンとエミーを乗せた馬車が横切っていきます。ヘレンはハーベイにも町にも愛想を尽かし、エミーを連れて駅に向かいます。汽車からミラーが降りると入れ替わりに、ヘレンとエミーが同じ汽車に乗り込みます。町ではケインと4人のならず者との壮絶な決闘が始まろうとしていました。戸口や窓が全て閉められ、静まり返った町の中を悪党4人が並んで闊歩していきます。ケインは物音を聞いて横道に隠れ、裏へ回って彼らの背後から声をかけて仲間の1人を倒します。
その銃声を聞いて汽車の発車寸前、エミーはとっさに汽車から飛び降りて町へ戻っていきます。果たしてその後のケインの孤独な戦いはどんな結末を迎えるのか、そして最後にエミーの取った思いがけない行動とは。この作品は1998年の AFI のアメリカ映画ベスト100ウエスタン部門で第2位にランクインしています。それまでの西部劇と違い、保安官が暴力を恐れる普通の人間として描かれていることに、この映画の最大の特徴があります。共に戦ってくれる者を探して街をさまよう保安官の姿には、仲間との友情も開拓者魂もありません。この映画以降、西部劇の主人公の描き方は劇的に変わっていきました。主演はゲイリー・クーパー。公開当時51歳、渋みのある中年男の孤独と苦悩を演じてアカデミー賞の主演男優賞を獲得しました。映画出演2作目となる新人グレース・ケリーが若き妻役を演じています。彼女がスクリーンに現れた時の衝撃は伝説となっていて、そのあまりの美しさに全米の映画館がどよめいたと伝えられています。この後彼女はモナコ王妃として銀幕を去るまでのわずか4年間にヒッチコックの裏窓など8本もの映画に主演しました。この映画の舞台となった時代ではごく普通のことでしたが、制作時のゲイリー・クーパーは50歳で、妻役のグレース・ケリーはわずか21歳だったため、配役には疑問が投げかけられました。ジョン・W・カニンガムの原作の小説ブリキの星でのウィル・ケインは30歳くらいのはずでした。この映画が制作された時代は赤狩りの時代と呼ばれ、多くの映画人が共産党員の疑いをかけられてハリウッドを追われました。映画の内容は体制による思想弾圧を黙認するアメリカ人を批判したものと読み取ることも可能であり、脚本のカール・フォアマンはこの作品の撮影中から赤狩りの対象となり、完成後に英国へ亡命しました。監督のフレッド・ジンネマンは政治的な意味はないと否定しています。今回はこれで終了です。お気に召した方はグッドボタンとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。それではまた次回別の作品でお会いしましょう。ごきげんよう。